おはようございます、今日でね、苗を植えてから28日目の朝を迎えました、はい。今日はね、穏やかな風がね吹いていて、暖かい感じの風ですね。現在朝なんですけど、とても心地いい、ね、穏やかな暖かい、感じですね、はい。で、昨日ね、暖かかったんですけど、雨も降らずということで、土も、濡れてるわけでもない状況なので、今朝はね、水まきをしっかりしていこうかなと思います。暖かくなってね、また植物元気なくなってしまったら大変なので、しっかり水まきをしていきたいと思います。はい。で、こちらですけど、南蛮ですね。南蛮、南蛮ね、これ実ですね。第1号ですが、これもほぼ収穫してもいいんじゃないかなっていうのは大きさになってますが、まだもうちょっと気持ち、もう一回り大きくなってもいいかなというところを感じますので、もう少し置こうかなと思います。はい。下ですね、下にも葉っぱで隠れちゃいましたね。はい。ここにも南蛮ありますが、こちらも同様ですね。とっても良さそうな感じもありますが、もうちょっと置きましょうか。はい。南蛮はですね、この下の方にも、こちらにも実がなってますね。もう収穫時期ですね。はい。だいぶ取れるようになりました。収穫時期、本当に秋になるにつれて、もう毎日毎日なるんだろうなぁなんて。何日か前まではね、花も咲いてたんですけど、花より実の方が圧倒的に多くなりましたね。はい。ということで、南蛮でした。はい。次、ピーマンですね。ピーマンですが、大きさはね、そんなに変わらずといったところで、見た目もそんなに変わらないというような感じですね。はい。ただね、やっぱりすごく元気ですよね。青々としてて、もうちょっとね、背の高さが出てくれればなぁなんて勝手に思ってますが、南蛮とね、すごく見た目に似てるんですけど、南蛮のようにはまだうまくね、大きくなってないかなというようなところですね。はい。こちらのピーマンも、ね、同様ですね。大きな変化はないかなというような感じですね。日々ね、大きくなることを期待して、知人のお家ではもうね、ピーマンの実もなってますのでね、もっと
もっと大きくなることを期待しております。はい、こちらのキュウリは、見ての通り背もたくさん出てきて、つるもどんどん伸びてきてますね。もうちょっとしたらビニール外してもいいかななんていうぐらいの大きさになってきましたが、はい、こちらのねキュウリもどん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 伸びてきているような状況です。山わさびですね。はい、山わさびはまあね相変わらずですね、まあ、連日お伝えしていますが、わさびのねこの新たに出てきた芽ですね。あ、これも新しいやつかな。はい、この新しいやつがねどん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 大きくねなってきていますね。ある程度大きくなっちゃうとね、大きさがそんなに大きくなってるというところを感じないですね。ですね。はい、またね山わさびの収穫も楽しみにしております。はい、こちらはね野良トマト、去年の落下した実から出てきた、まあ、トマトですね。これの成長もねちょっと温かく見守っていこうかなと思っております。はい、こちらは大葉ですね。もう見た目からしても少しずつ大きくなってきてるなというような感じですね。うん、だいぶ葉も大きくなってきているといったところですね。はい、というところで今日は以上になります。